ラジアータの愛全財実況プレイ始めていきたいと思います。続きからやってこ。じゃあまあこのイベントを見るところからなんだけど、まあ一回もう行っちゃうか。お、アサビー、いいところに。さっきやってたニュースの話聞いてくれよ。クロ、相変わらず突然だね。その様子だと例の事件についてでしょ。よく分かってんじゃねえか。実はな、黒いフードをかぶった不審者が例の事件の現場付近にいたって目撃情報が出たらしいんだよ。え、犯人ってこと？いや、目撃されたのは事件の後だったから、直接関係あるかは分かんねえけどな。事件の後に？もし犯人なら早く捕まってほしい。けど、俺が警察官になるまで捕まってほしくねえ。そうなの。でもその間に被害者が続出しちゃわん。なんという矛盾。だってよ、何が目的でこんな事件を起こしてるのか直接話を聞きてんだ。遺族っていうの？犯罪者だけを狙うなんて、めちゃくちゃ悪い奴だとは思えねえし。ま、だからといってこんな事件を起こしていいわけでもないけどな。だってお前の親父も。クロって優しいよね。それよりも、随分と急いでたみたいだけど大丈夫？やべ、ニュース見てて待ち合わせに遅れそうだったんだ。アセビ、暇だな。ごめんね、クロ。父さんは本当にひどい人だったんだ。うわ、アセビ、父さんの言うことが聞けないのか。うわ、俺は父さんがいなくなってよかったと思ってるよ。少なくとも、俺とアザミはそれで救われたから。あ、黒いフードの男だ。ああ、言ってたな、さっき。うわ、そんなまさか。え、なになになに？え、なに？嘘でしょ？え、ナイフ？なんで？俺何の犯罪を犯したの？アセビ？え、姉ちゃん嘘だろ？うぐ、え、なんだお前？え？おいおい、嘘だろ？アザミ？嘘、アザミ。よかった、間に合った。いや、バカかよ。バカ何も良くないよ。今すぐ救急車。いや、お前何こいつ？え、何こいつ？この人首を。ダメだ。力が強すぎて振りほどけない。え？やっぱ、お姉ちゃんを狙ったわけじゃなくて、ちゃんと俺を殺しに来てんの。このままじゃ、アザミも俺も殺され。いや、クロ来てくれ。え？ふぅ、やっと。やっと、こっちに来た。え、何？チャプター1エンド、コンセクティブリース、セーブします。あ、じゃあもうちょっとやればよかったな、前回。つなげとこっかな。チャプター2、リコリス。うわ、何？え、何なのよ。え、ゲホ、ゴホ、はぁ、あ。ヒガンバナみたいのがめちゃくちゃ咲いてんな。どこだここ。ヒガンバナ。ああ、もしかしてここが俗に言う死後の世界だったりとか。そんなよく普通の状況でいられんな。あ、そういうことね。そういえばスマホ。県外、どうしよう。ヒガンバナの花畑。あ、足音がするな。綺麗な場所。スマホ、持ち歩いてんじゃん。あったのか。よかったな。じゃあ行くか。うわ、なんだこれ。花畑へ続く道。え、魔法陣みたいなやつあるぞ。召喚されるのか、それとも召喚するのか、私が。こっち側とかはいけないな。いや、一体何が起こるのか全、あ、神秘的な音がするな。なんもないな。じゃあ、あの石碑みたいなのを見るのかな、一旦。赤子が誕生したとき、自身の特徴となる特別な花が咲く。ほ？その花は、え、私赤子だったりする？魔力の供給源、一心同体であり唯一無二。その実が滅べば、美麗な花もたちまち枯れてしまうだろう。ほー。何かのおとぎ話。え、なんだろう。え、じゃあ、ヒガンバナ、摘んじゃダメってことこれ。まあ、摘む感じではないのか。このヒガンバナ全部、むしり取ったら誰か死ぬってこと？これは？何これ？まるでファンタジーだな。あ、
なんかファンタジーホラーゲームらしいっすね。穴は魔力の供給源。もしかして魔法陣に彼岸花って使えたりするのかな。え、そうなの？持ってくんの？結局。え、でも誰かの魔力の源とか言ってたよ。あ、いいの？手に入れてすぐに。彼岸花の不思議な力を感じる。行こうか。じゃあ置いてみる？なんだ？真っ暗。そうだ、スマホのライト。スマホのライト、そんなノールックでいけたりするか？あ、いけるんだ。どこここ？え、なんだろうこれ。え、なにこれ？急な迷宮じゃん。うわ！え、なに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 ？え、後ろ？ではないな。進むしかねえのかよ。やだな。お、お前！俺らを襲った犯人。いや、マジかよ。なんで逃げてんの？なんか来るってこと？うわ、なに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 ？うわ、もう化け物みたいな現れたな。なに？え？な、化け。やばいやばいわ。見た。見つけたって言った今、お前。もしかして。じゃあ逃げるしかねえよな。どこ逃げる？あ、お前そっちが行ったんか。くっそ。あ、なるほど。レンタゲーか。あ、危ない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 。めっちゃ速くない？お前。なんか速い、スピード上がってますね。どうした？なんかダッシュパネルでも踏んだのかい？やぶね。はぁ、びっくりした。わ！うわ、なに？静かに。あ、まさか。姉ちゃん？誰？あ、姉ちゃんか。よかった。よかった。化け物どっか行ってくれたみたい。姉ちゃん、無事だったんかよ。どうやって来たの？あざみ。いや、無事だった？いや、無事ではあるけど。姉ちゃんは？君、あざみでいいんだよね。あ、そっか。なんか姉ちゃんじゃないっていう可能性もあんのか。今朝あんたのプリンに唐辛子かけて食べたあざみだけすごいな。何が食べたいの？甘いものが食べたいの？それとも辛いものが食べたいの？プリンの食感だけ味わってるってこと？どういうこと？そんなことするのは間違いなくあざみだ。俺のプリン返して、本当に。いやいや、そんなことより。なんでこんなところにいるの？いや、お互い様だろ。知らないよ。気がついたらこんなへんてこの場所にいたんだから。そんでさまよってたら、追われてるあんたを見つけたってわけ。あざみも気づいたらここに。やっぱりこれは夢。現実逃避やめて。頬引っ叩いてあげよっか。いや、怖。遠慮しとくよ。パワータイプね、お姉ちゃん。でもそうだよね。俺たちは今ちゃんと生きて。いや、でも夢かと思うわな、こんなん。あざみ、刺された傷はどうなってる？ああ、それならなんともないみたい。え、嘘でしょ？あんな感じでお前倒れてたぞ。血だまりになってたぞ。なんともない。ちょっと見せて。アセビのスケベ。うわ、そういう感覚は全くないです。すいません。お風呂上がりに全裸で家を歩き回る人が何言ってるの？そういうのいいから。あ、そうなんだ。もう慣れてんの？ノリ悪。うわ。美しいイラストだ。ほんとだ。刺された跡がない。どうして？だって、アザミは確かにあの時。おかしいのはわかるけど。怪我してないならそれにこうしたことないじゃん。いや、でも不思議に思え、一旦。それはそうだけど。わ、美しいイラストだな。こんな意味わかんない事態を理解しようとしたところで無駄だって。確かに。これはね、あたりを探索するしかないと思う。ノリノリだな。慣れてる？もしかしてこういう状況一回目じゃない？アザミ、この状況ちょっと楽しんでるでしょ。いや、でも、怯えて何もできないよりかはね。何これ、怖すぎんだけど。ね、姉ちゃんここ怖い。隙間風を感じる。ちょっとどころかかなりワクワクしてるけど。あ、そうなの。まあいいけど。僕はそわそわしてるよ。道が塞がれてる。あ、戻れねえんだ。オッケー。ああ、どこ行こうか。剣みたいなの落ちてんの。拾えたりするのか。あ、拾えねえな。悪魔をかたどった石像がある。女神をかたどった石像。悪魔をかたどった石像。なんだそれ、なんだそれ、なんだそれ。謎解き始まる？もしや。え、なにここは。柱の上には天使をかたどった彫刻がある。あれ天使なのね。全部天使か。じゃあ。なんだろうね。よくわかんねえや。なんだろうこれ。開かないんだ。どうする？じゃあ。いよいよ、動かせたりすんのか、これ。うわ、血が。うわ！え？何お前？え？お前何？なんかある。今、ついてきた。やめてよね。なんだこれ？なんだこれ？なんだこれ？謎ね。あー、なるほどね。そういうシステム。あー、まあ、押すのやめるか。なんか、
不意に攻略できちゃったりしたら最悪だしな。悪魔にあだなす存在を地に落とす。ああ、なるほど、なるほど。よくわかった、よくわかった。っていうことは、悪魔にあだなす。ああ、なるほどね。で、下一列天使だから、よかった。超ギリギリだったね、じゃあ。ここと、ここってことだもんね。姉ちゃんに話聞いてみるか。そこの石板見た？意味わかんなくない？ヒントを教える。ああ、頑張って答えて。俺、わかるから。これだよ。こうだよ、姉ちゃん。謎解きは俺に任して。姉ちゃんはニコニコしといて。遠くの方で不思議な音がした。なんだろうね。こんなすんなり解けたのか。なんだろう、この血だまり。こっち側は。あ、どうした、姉ちゃん。ここいいじゃん。写真撮っとこ。こんな不思議な体験、帰ったら自慢するしかない。見せる友達いないの？うわ、すごいこと言うな。うるさい、八方美人。普通 SNS に投稿でしょ。八方美人とは失礼な。こういう関係は広いに越したことないじゃん。確かにね。どこが？めんどくさいだけでしょ。メッセージのやりとりとか特に無理。だるすぎる。いや、もう、返したいやつにだけ返せばいいんで。もう、返したいやつにだけ返せばいい、そんな。グループラインとか入れられたらもう面倒だから、スタンプとか適当にパッて押しとけんて。わざみ、そういう割には SNS の投稿はちゃんと続けてるよね。飽き性なの？あ、そうなんだ。すごいね。SNS こそ続かないわ。ああ、最初は面倒だったよ。でも投稿するたびにフォロワーが増えるのなんのって。まあ確かにね。あざみちゃんぐらい可愛かったら俺も SNS バンバン投稿するわ。そんな中、ファンの名前とコメント読むだけの生配信したらガボガボ投げ銭が来たわけは悪っ。数十万とか一気に来た時なんてもう滑稽で滑稽で、こんなのやめられるわけないでしょ。うわ、姉ちゃん、ファンに知られたら怒られるよ。続ける理由が最悪すぎるよ、姉ちゃん。プロフィールを更新した。なんだそれ。どうやってみんなプロフィール。あー、これね。あ、これね。忘れてたわ。知り合いと呼べる人間はほとんどいないが、ファンからは絶大な支持を得てる。まあだろうな。美しいもん。ファンなんて私生活とかどうでもいい。良かったりするもんね。あんたも写真撮る？うわ、撮る撮る。姉ちゃん一緒に撮ろうよ。絶対僕ら二人で載せた方がバズるって。ここは何の謎解きがあるんだ？奥にレバーが見えるけど足場もないし、一旦アザミと相談しようかな。なんか、板みたいの持ってくるのか。アザミいつまで撮ってんの？向こうに渡るための足場探したいんだけど。足場？そんなもんいらないでしょ。姉ちゃん何する気？お、バカか。お前怪我すんなよ。また。ちょっと危ないでしょ。お前落ちたらどうもしようないぞ。こういう時は怪我したら終わりだぞ。これくらい大丈夫だって。姉ちゃん。無茶はすんなよ。次回から。無茶するなら言って、次僕がやるから。遠くの方で音がしたね。北の方。わかったから早く戻ってきて。姉ちゃん無茶すんなよ、もう。北の方って言っても私とあんたが再会した場所しかなくな。あ、確かに。そっち側行くんか。よし、行こう。何北の方って。なんかあんの？隠し通路でもあったの？お、隠し通路だ。本当に。さっきのレバーでここの隠し扉が開いたみたい。じゃあ行く？何？うわ！何お前？ちょっとやだな。あ、なんだ？いやだ、もういやだ。俺は薬を。なんで？化け物。ああ、お前もしかして、事件で、行方不明になったやつだったりする。女神をかたどった石像が4。で、悪魔をかたどった石像が4。なんだろうね。まあ、後で謎解きするか、まずはこいつから。この人。やめろ、切るな。殺さないでくれ。殺さない、殺さない。話聞いて、化け物は俺に近づくな。すごい言い方するな、お前。こんな美しい二人見て化け物ってえぐいな。何あのうるさい男。アザミ覚えてない？ニュースでも散々やってたけど。行方不明になった。薬物密売の教員だと思う。あー、なんか大学の、いたもんね。一人そういう言ってたやつ。俺が書き込んでやったとか言ってたよな。あー、うん。あ、全然興味ないの。ほんと人の顔を覚えるの苦手だよね。顔なんていちいち覚えてるわけないでしょ。あんたが異常なんだって。そうかな。それよりも、なんであの男がこんなとこにいるわけ？だからみんながもうこの世界に何かしらで連れてこられてんだ。だとしたら俺らってなんでいるの？アセビ君とアザミちゃんなんか過去にさ、犯罪みたいなのを犯してたりしたのかな？お父さん殺したのとか実は僕らだったりしたのかな？
もしかして俺たち巻き込まれたんじゃ。はあ？こんな場所見たこともないし聞いたこともないし意味のわからない化け物だっている。何かしらの理由でここに来てしまったとしたら思い当たるのが犯罪者連続失踪事件。さっきの教員みたいに事件の行方不明者はここに来てしまっていた。だから全国どこを探しても誰一人として見つかっていない。それなら説明つくとは思わない。確かに。なんで俺ら来てんだろう。はあ、なんで？そんなのおかしいじゃん。仮にそうだとしても私らがここに来る理由にはならなくない？確かにね。私らを襲った犯人がここに来るならまだわかるけど。さっきいたもんな、犯人。あ、だから巻き込まれたって？うん。アザミに会う前、俺らを襲った犯人を見かけたんだ。犯人だけが来るはずの場所に俺たちも一緒に来ちゃったんだよ。憶測の息は出ないけどね。はあ、やだやだ。本当ならありえない。最悪すぎるでしょ。見つけ出してボコってやる。いやー、血の気が多いな、うちの姉ちゃん。あ、なんだこれ、怖っ。逆らったものから順に制裁を加えろ。え？よくわからないけど、ハンマーを取るとスイッチが起動する仕組みみたいだね。え、嘘でしょ。面白そう、私がやる。え、マジ？あ、じゃあ任せる。面白そうって。逆らったものって何？じゃあハンマー取るよ。逆らったものから順に制裁を加えろだから、できるだけサポートするし、わからなかったら声かけて、オッケー。あー、なるほどね。え？あー、なるほど。あ、動き出したやつを殺すってこと？ってことはこいつか、次。え、これでいいの？え、てか、お前は壊せる。悪魔を型。あ、こいつ、悪魔を、なんか崇拝している連中なのか、ここのやつら。なんかさっきのさ、謎解きもめっちゃ笑ってんの、お前ら。さっきの謎解きもなんか悪魔以外を地に追う。うわ、どうした、どうした。あ、大丈夫か、姉ちゃん、それ。姉ちゃん、直撃だぞ、2発分。終わりっぽい。次行こう。余裕だな、もう。なんか悪魔をさ、床が赤く染まってんの。悪魔をなんか崇拝しているなんかの宗教団体のところに生贄として招かれたとかそういう感じなのか。謎すぎる。いや、怖いこと。足音してる？なんか。いや、足音すんだけど。近く、うわぁ！びっくりした。何？もうなんだよ。おい、来てみろよ。ふざけやがって。さっきのやつ、女神像が気持ちいい壊れ方して楽しかった。姉ちゃん壊れてるわ。姉ちゃんも壊れてるよ。その考え。え、これで何？もう進む。あ、なんかピカピカしてる。え？犯人も教員も見当たらないし、もし先に外に出たんだとしたらどうしよう、ムカつく。姉ちゃん。他の行方不明者たちも別の場所にいたりするのかな？他の行方不明者？もしかして小田巻さんも？あ、小田巻？うわぁ、鉢合わせになったらやだな。うわぁ、マジかよ、お前、いんの？最悪。アセビ逃げるよ。え、逃げれる？もう走るの苦手なのに。え、逃げれるか、こんな。え、逃げれるか、こんな。うわぁ、え、姉ちゃん。アザミ？え、嘘だろ、嘘だろ。アザミ、どこ行ったの？やば。姉ちゃんが心の支えだったわ、確実に。え？アザミとはぐれた。いや、アザミが消えた。生きてられる？奥にまだ化け物がいる。これじゃ元の道に戻れない。どうしよう。姉ちゃん、絶対プロデューサーのとこにおびき寄せられてない。大丈夫？あいつにバレたら終わりか。何か石とか、これ以上近づくと見つかってしまう。こっちとか行けんの？暗い森が続いて進まない。一旦なんか使えるか。石ころとか投げたりしてさ、音でなんとかできたりする。救急セットスマホ使えない。じゃあ行こう。進むしかないだろ。進めるのね。こっちなんかある？なんもないね。迷いの森だったりする？なんか謎解くのか、ここでももう。同じ道続くことないもんな。戻った、お前さっきの。教員の人。どうやって抜けてきたの、お前。なんで、追ってないよ、俺ら。化け物、死ね。いや、お前が死ね。死ね、うわ、嘘だろ。こっち肉体派じゃねえ。いやー、お前が死ねって言ったけど、本当の意味ではない。ごめん。怖すぎんだけど。大きな声出したからなのか。うわー、顔が暗くなってんな、お前。
よく逃げれたな。どれだけ歩いただろう。疲れた頭がクラクラする。でも休まらないよな。なんでこんなことに、なんで。アザミ。大丈夫？誰かの足音。うわぁ。うわぁ、何お前、誰？ああ。豪華な家だ。彼女の夢。なんで今になって。彼女って誰？お母さん？ここは？本当にどこ？現実世界戻ってきたの？お姉ちゃん刺された後。よし、行こうか。何ここ？鏡だ。絵が飾られてる。特に何も入ってない。洋服ダンスだ。数着しか入ってない。へぇー。なんだろうね。赤い花が飾られてる。埃をかぶってる。スタンドライトだ。寝ちゃおっかな、もう。王様気分。まあ、出るか。Don't leave the room. 部屋から出るな、だと。わざわざベッドに寝かせるなんて俺は誰かに助けられた。まあ、じゃあこの部屋から出なきゃいいのか。もしその誰かがいるなら、張り紙に従って勝手に出ない方がいいのかもしれない。はあ、なるほどね。よし。ああ、エラーになっちゃった。よかった、セーブしてからスマホさ。あ、イベント鏡があるんだ。救急セットは？もう一回スマホは？ああ、なんかさっきのは変なバグだったんだな。オッケー。でも出ちゃおう。部屋から出るのやめとか。あ、そうなん。じゃあ、鏡だな。そういえば。わあ、マジでさ、アセビちゃんも可愛い顔してるよね。アセビちゃんじゃねえわ、アセビくん。まあでも、残ってんだ。犯人に首を絞められた後。やっぱりおかしい。アザミの刺し傷は消えているのに、俺の締め跡は残るなんて。いやー、何？あ、だからこっちは現実なの？ねえ。誰？何？部屋から出てないじゃん、俺。なんで？そっちにいるの？俺が聞きたい。何なの？何なの？部屋から出よう。いいの？これ出ちゃダメなんじゃない？出るなって言われてるもん。出ない。俺は一旦出ない。死んだ？死ぬんかい？じゃあ何だったんだよ。オッケー。うわぁ、あ、そういうことね。ああ、そういうことね。オッケー、そういうことね。出ちゃったよ。無理。本当にこういうの無理なんだって。出ちゃったよ。助けてくれた人には申し訳ないけど、早くこんなとこ出てアザミを探そう。いいのか、それで。一回セーブは開けるか。出口を探そう。オッケー。もう入りたくない。出口を探そう。あ、こっち出口じゃねえんだ。まあ、そりゃそうだよな。上行って出口あるわけないもんな。出口を探そう。エントランス、誰かに見つかったらやばいか、これ。調べられないし。でも、こんなマップがあるってことは、この屋敷を調べそうだな。出口が開いてねえんだな、多分。やっぱりな。開かない、そんな。うわ、何？奥に誰かいる。ああ、もう会いに行くか。ごめん、なんか出るなって書いてあったんだけど、ちょっと、イベントみたいなのが起こって、もう出るしかなかったんだよな。話聞いてくれるかな？セーブしとこ。出るしかなかったは出るしかなかったんだよな。ここに人が入っていくのが見えて入る。ああ、鬼？不法侵入者じゃ。かわいい。え？誰じゃお主。女子の部屋に無断で入り込むとは万死に値するぞ。すいません。目を覚ましたらこの屋敷内にいて、俺にも何が何だか。おや？お主人間か。なんでこんなところに。この人よく見たら角っぽいものが生えて。うわぁ、何誰？ドラキュラ？うわぁ、イケメン来た。お、リコリスではないか。ちょうどよかったわい。見知らぬ人間がわしの部屋に入ってきての。お主こやつのこと知っとるかい？はぁ、あ。なんだ？おい、レナ、一発殴らせろ。おい、レナ、一発やらせろだったわ。こいつ。はぁ、あ、なんじゃ急に。何この世界、嫌なんだけど。
ああ、すっきりした。ああ、こいつ怖え。まったく、同意もなしに行くとは。お主モテんぞ。うわ、首だけで喋んな、怖えわ。いや、どうすんの？何なの？よいしょっと。え、何？何こいつら。仲良くなれねえタイプだな。ああ、誰かさんのせいで部屋が汚れてしまったわい。うるせえ。てめえは不死身なんだから、うさばらしくらいさせろ。え、何こいつら。不死身でも殺されるのは嫌いじゃが、何をそんなにイライラしとるんじゃ。何、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 次は俺の番なの。うわ、何、何、無理だよ。お前、なんであんなところで倒れてやがった。どんなところ。え、とぼけんな。下級の悪魔どころか、人間ごときが俺の屋敷の近くに来れるはずがねえんだよ。返答次第では殺すぞ。いや、全然理由がわかんないっす。あ、あの、あれ？森を歩いた時ってこと？俺、目が覚めたらこんな世界にいて化け物に襲われたんです。なんとか逃げた先で意識を失ってしまって。何、何この世界。まあまあ、お互い一回落ち着いたらどうじゃ。わしは全く話についていけんのじゃが。癒しだな、この子。ち。こいつ、俺が外から帰ってきたら、敷地内で倒れていた。スパイかと思っていろいろ聞き出すためにとりあえず適当な部屋で寝かしといたんだが。ほう、なるほどの。ああ、もっと話についていけん奴がおるの。お主の前は。アセビです。わしは、レナ・シルバチカだ。好きな方で呼んでくれてよいぞ。そんで、こっちのイケスカン。目つきの悪い男がリコリスじゃ。おい、また殺されてえのか。あの、あなたたちは人間じゃないんですね。クフ、ういういしいの。容姿の通り、わしらは悪魔じゃよ。悪魔の世界か。悪魔？あ、だからさ、さっきの遺跡みたいなところも悪魔崇拝みたいな感じだったのか。じゃあ、リコリス。あとはこの世界のこと説明したら絶対無理だよ。こいつ説明よりも先に手が出るやつだよ。あ、なんで俺が。お主が連れてきたんじゃろ、確かに。え、なんなの？もう帰りたいよ。僕何もしないんで返してもらっていいですか？あとお姉ちゃんがいるんで、お姉ちゃんも見つけてもらって、返してもらっていいですか？一緒に。勝手に中を見るのやめよう。殺されそうだしな。なんか、部屋の物いじったら殺されんのかな？チェスバンド遊ばれた跡がある。寝ちゃおっかな、ベッドで。寝れねえ。絵が飾られてる。帰ろ！さよなら！彼から話を聞こう。そうね。お前、肝が座ってんな。本が積まれてる。果物食べちゃおう。フルーツの盛り合わせだ。勝手に中を見るのはやめよう。なんか人形あるな。いやー、ナイフで、この2本で、剣が飾られてる。勝てねえかな、2人に。血の掃除が面倒いの。わ、俺血踏んじゃってるわ。怖。この世界について聞く。すいません、そもそもの話、ここってどこなんでしょうか。まあそこからだよな、めんどくせえ。ここは、俺ら悪魔が住む世界。まあ魔界だな。人間が行くあの世ってわけじゃねえ。お前らの住む人間界とは全く別の世界だ。別の世界？あの、俺みたいに人間が魔界に来てしまうことってあるんですか？あるぜ。つうか悪魔がこっちに呼んでるしな。そんな一体どういう目的で？そりゃ食うために決まってんだろ。じゃあ俺も食われるじゃん、絶対。そんな警戒すんな。俺はクソみてえな罪人を食うのが好きだが、人の良さそうなガキを食う趣味はね。ああ、お前なの、犯人。せいぜい感謝しろや。他の悪魔に見つかってりゃ即食われてたぜ。うわ、運がいい、めちゃくちゃ。ありがとうございます。俺とアザミは食べられるために呼ばれた。でも、それじゃあ、他の悪魔に呼ばれたのか。それでお前はあいつのところから逃げ出してきたのか。あいつってどいつ？あいつ？人間を召喚できんのは王族の悪魔だけだ。俺がやってねえんだから、そういうことなんじゃねえのか。え、王族は二人しかいないの？まったくリコリスは説明不足が過ぎるわい。本当にね、全然全貌がわかんないよ。今の魔界には王族が二人しかおらんくての、こやつがそのうちの一人なんじゃよ。ちなみに元魔王じゃ。元魔王子は魔王様って一番偉い人って認識でいいんですかね。元っていうのは。ああ、いろいろあって、現魔王はリコリスの双子の妹での。双子？あ、そういう意味か。あの、
化け物に襲われた時一緒にいた人が突然いなくなってしまったんです。俺の双子の姉でアザミって言うんですけど、何か知らないですか？絶対アザミちゃんそっちの方に連れてかれてんじゃん。おお、お主も双子とはなんという偶然。しかし残念ながらわしは何も知らんの。リコリスは知らん。そうですか。は絶対で、妹の方が残虐なんじゃないの？ひどいことされてない？うちの姉ちゃん、うちの姉ちゃんも喧嘩早いタイプだからさ、うまくやれてないと思うんですよ。早く助けに行きたいです。無事かどうかわからないなら俺が早くアザミを見つけないと。うわ、自信。あいつこっちに干渉してきやがった。あいつってまさか。うわ、何、うわ、何な、何も見えない。お二人ともそこにいらっしゃいますか？うわぁ、妹来るじゃん、絶対。あれ？いや、悪魔何でもできんのかよ。うわぁ、何でもできるな、本当に。さっきの屋敷内じゃない。どうして？うわぁ、やばい。俺らは本当に悪魔に食べられるために呼ばれた。でも原因は明らかにあの時の犯人。許せない、犯人許せない。どうした？いよいよ怖くなってきたな。いや、でも楽しくもある。やっぱファンタジーはワクワクするよね。ホラーファンタジーって相性いいかもしれない。なんかあるな。もやがかかってる。あ、ここら辺歩いても大丈夫。毒とか受けないんだ。あの方に化け物の世話を命じられてここに配属された。本当についてない。隣のやつも鍵の管理は徹底しやがるもんで、めんどくさいったらありゃしない。なんなんだろう。監視室の鍵を手に入れた。ほう、まあまあ、アイテム取ったら即セーブ。決まってる、そんな。うわぁ、誰です？なんかこの世界の人たちって初対面だけど挨拶とかしてくんないんだよな。背後吸って取るだけなんだよな。鍵がかかってる。監視室の鍵か。使えるわけではないのか。どこ行けばいいの？あ、こっち行けんだ。うわぁ、鎧抜き人いる。開かない。ここ監視室ではないんだ。じゃあもう行くしかないな。動き出したりします？もしや。ねえねえ、盾と剣だな。謎解きです。うわ、いっぱいいる。逃げよう。鍵がかかってる。扉には監視室と書かれてる。オッケー、ここが監視室か。進みそうだな。の前にちょっと先を調べよう。うわ、いっぱいいるの嫌だな。あ、いけない。奥に何かいる。まだ進むのはやめといた方がいいかもしれない。あ、そうなんだ。剣とかさ、使えないけど持っとくってのは良くないのか。出くわした時にさ、あ、こいつ敵意があるって思われたら即殺されるのか。いや、でも対抗する手段がないと。何か来る。え、マジか。うわぁ、ダサい声出してるな、今日。なんだ。うわぁ、あ、誰かいんの。が、誰か食われた。うわぁ、誰か食われたな。武器がしまわれてる。槍みたいのいっぱいあんな。一本ぐらい持ってった方がいいんじゃないか。衣服や小物開かない。手形のパネルが取り付けられてる。何もしないよ、そんな。触れたらゲームオーバーの可能性あるだろ。盾が飾られてる。武器がしまわれてる。何なの、ここ。いっぱい武器あんな。戦争でもするつもりなの？謎ね。一旦セーブだわ。ここでいっか。あんまセーブ重複するとね。奴らに与える餌が不足しています。数日前から飼育を望んでいますが、いつになったらいただけるのでしょうか。手紙か。奴らは腹を空かせて毎晩毎晩暴れ狂っています。至急お願いします。奴らってさっきの奴らってこと？まあ、手形を置いてみるか。触れてみる。認識エラーだろうな。俺の手じゃダメみたい。当たり前だよな。え？甲冑が放置されてる。出ていいの？鍵を開けて出る。ああ、鎧が一人。騎士が破壊されてる。なんで？うわあ、ああ、ああ。いや、もう入るしかねえじゃん。あ、開くようになってるわ。うわ、何が起こったんだよ。え、血だまりの中に手が落ちてる。手が落ちてるで拾うとかないだろ、普通選択肢。の前に、これ読んでみるか。監視室の鍵の管理は。先は破れていて読めない。おぉ。いやー、なんで。まあ、拾うしかないよな。手を手に入れたー。こっちがもう開いてるってこと？開くけど、やめる一旦。すべてをやめる。あー、今何分ぐらい撮ってんだろう。そろそろいいのかな、もう。絵がいっぱいあって楽しいですね。耳を当てる。
何かが引きずるような音と低いうめき声がする。もう開けちゃおう。本当に？開けるに決まってんだろ。うわあ！本当にって出てくれる。絶対。ゲームオーバー前は本当にって出てくれんだろ。絶対。そういうことだろ。もうこっち側もいけるって。うわあ！何お前どうした？ナイトを一歩進めることはチェスでできないぞ。お前、反則だぞ。牢屋？鍵がかかってる。よく見る。赤い目がこちらを見てる。こうは。よく見る。赤い目がこっちを見てる。ああ、なるほど。ああ、なんか。開いてる。ああ、怖。食い散らかした跡がある。割れてる。ちょっと待って、ちょっと待って。探索して大丈夫か、これ。慎重に行け、慎重に行け。樽もめっちゃ壊されてんな。凶暴なんだ。武器がしまわれてる。鍵がかかってる。よく見る。赤い目はめちゃくちゃ見てんな。こっちがいける？わけないよな。確かに、なんかあるな。まあ、いっか。まあ、手を持ってずっと歩くのも嫌だしな。アイテム、手、やば。よし。やってみるか。パネルに手を当てた。認識成功。何が出るの？牢屋の鍵、嘘でしょ。いらない、いらない。手は置いたままなんだ、ここに。いらないよ。牢屋の鍵いらないよ。だって、どれかが正解ってこと？二人目が前に進んだが、なんかあるか？よく見る。赤い目がこちらを見てる。なんかあるんだろう。でも、本当は、謎解きが、赤い目がこちらを見てる。よく見る。何か、あれ？何かいるように見えない。あ、ここか、じゃあ。オッケーオッケー、ここだな、じゃあ。一回、間違えるね。どうなるのか、だけやるわ。牢屋の鍵。本当に？あ、やっぱ本当にって出てくれんだな。うわーってなるのは分かってた。オッケー。まあ、ここなんでしょ。分かってる、分かってる。牢屋の鍵を使った。何があんの？こんなとこに。なんもなさそう。何も入ってない。異臭のする赤黒い何かが入ってる。何？肉の塊を手に入れた。なんで？敵寄ってくるやん。敵寄ってこん？開ける必要ないだろ。オッケーオッケー。あ、そっか。餌が足りてなくてあいつら暴れてんだから、これでなんとかすんのか。でも匂いに釣られてきたりしないんだね。耳を当てる。何も聞こえない。嘘だろ。まあ、開ける。ああ、いけるんだ。ちょっとはしごがあるな。はしごが置かれてる。持ち歩くには重いかも。必要な時に取りに来い。オッケー。血が続いてんな。怖っ。あ、入れる。お前いたの、レナさん。お、アセビ、無事じゃったか。あなたは無事みたいでよかったです。大きな地震の後、屋敷で一体何が起こったんですか？それがわからんのじゃ。わしもいつの間にかこんな場所にいての、ふらふらとさまよっていたところじゃ。じゃが、リコリスは直前何かに気づいておった。この調子じゃと、あやつも近くにおるじゃろ。あ、そうなんだ。探すしかないってことですね。ともかく、レナさんと合流できてよかったです。さん付けは堅苦しいの。レナと呼んでおくれ。あと敬語禁止じゃ。なるほど。わかった。よろしくね、レナ。ああ、そうなの。よろしい。重いものを運ぶときや移動させるときはわしに任せ。力持ちなんだ、レナさん。こんなとこさっさと出るぞ。レナさん。全然違うもん。レナさん。何もわかんないけど、なんで誕生日2月7日わかんだよ。よし、セーフだ。でも分けとこう、一応。レナさん。リコリスはどこにおるんかの？レナの怪我について。レナ、怪我してんの？レナ、手怪我してるよ。ん？ああ、いつの間にかやってしまったみたいじゃの。大したことないし、こんくらい放っておいても大丈夫じゃよ。痛くないの？まあ、痛いもんは痛いが。じゃあ、手当てさせてよ。俺、これでも医学生なんだ。わかるの？その。ほう、それは信頼できるな。ならお言葉に甘えてお願いするぞ。他人に怪我を治してもらえるなんて貴重な体験じゃ。普段はどうしてるの？
わしは不老不死じゃから、一回死んでリセットすればこんな怪我もすぐ治るんじゃ。すごいことするね。とんでもない荒療治だった。ああ、オッケーオッケー。こういうの大事な気がするな。不老不死であり怪我をしたときは一度死んで、ああ、怖いこと書いてる。怖いこと書いてますね。え、肉の塊、何？はしごがあれば上の通路に行けそうだ。ああ、なるほどね。ああ、なるほど。じゃあ、ここの部屋に入るしかなかったのか。肉を使って何とかすんのかと思ったけど。まあ、一回ここでいっか。ちょっと入ってみていい？奥で何かがうごめいている。どうにかしないと進めない。ああ、なるほど。ああ、オッケー。結局行けなかったんだ。あ、はしごならわしが運んでやるぞ。はしごを手に入れた。ありがとう、レナ。あ、レナいない。ここ置いて。あ、そっか。俺が使わなきゃな。あ、肉の塊を使えたりすんのか。レナに使ったらどうなってたんだろう。ここで肉の塊とか、ここに置くのは危ないかも。もっと安全な場所ってないかな。例えば高いところから落とせる場所とか、あ、そういうことね。こうやってヒントくれてたんだ。じゃあ、はしご、登るかな。ありがとう、レナ。よいしょ。ありがとう。じゃあ行くか。ちょっと怖くなってきたね。登ろ。レナも一緒に来てんのかな。イベントはなんか食ってるよ、あいつ。なんか食ってるよ。あ、こっち側も出れんだ。あ、はしごかかってんな。こんなところもうやめたい。逃げ出すことすら叶わないなんて。ここから出たい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 。うわ、怖っ。バグっちゃってんな。ドライバーを手に入れた。なんで？銀製のナイフが入ってる。ナイフ？護身用に持っておいた方が。いや、俺が持っていたところで結局使えないや。トラウマもう嫌だし。あ、そっかそっか。アセビが武器とか持たないのってそういうとこに意味があるんだ。持ち歩くのは危ないし、やめておいたらどうかや。あ、なんか、悪魔は銀製、てかレナですら銀製のナイフで切られたら戻れないのかな。なんかあるよね。銀製のものには、銀製品みたいなものには、なんか神聖な力宿ってて。うん、そうする。でも持ってくみたいなのはできないんだ。オッケーオッケー。なんかちょっと今の気になったな。ま、行くか。多分ドライバーであそこ開けるんだろうな。下で何かがうごめいてる。何か気を引けるものはないだろうか。オッケー。ドライバー何に使うんだろう。ま、いっか、肉の塊を落とす。ん？進んでったな。ドライバー使えそうだなみたいなのがあったっけ？ないよな、今まで。こっちとかもなんもないし。まあ、もうちょっと進むかな。行こう。いやー、何かが食われてんな。いや、怖っ。あー、左。あ、なんだこれ、右向いてんな。こっち行けってことか。でもこれ多分意味あるんだろうな。左、下、左、右、下、左、下、右。覚えられるか、こんな。うわー、なんだなんだもう。見たことない生き物が液体の中に入ってる。あー、そっか。ガラスが割れて液体が漏れ出してる。不思議な液体が入ってる。てか続くんかい、もうちょい。見たことない薬品が揃ってる。様々な道具が入ってる。でも、汗びですら見たことないってことは相当か。液体の入った瓶と紙が置かれてる。脳塩酸と脳硝酸を3対1。なるほど。ってことは、この液体は黄水か。あ、黄水ってなんだっけ？硫酸の杖バージョンだっけ？金やプラチナなどの、金やプラチナなどの貴金属を溶かす液体だ。銀は溶けなかったはず。あ、そうなんだ。黄水を手に入れた。じゃあ、銀だけを取り出したいのか、今。見たことない薬品が揃ってる。医療機器が入ってる。黄水ね。何に使うんだろう。銀は溶けない。ほう。誰かの日記が置いてある。今日やってきた人間は一人。とても清楚で綺麗な女性だ。その姿に俺はいわゆる一目惚れってやつをしてしまった。こんな素敵な女性でも実験対象にしてしまうなんてなんともったいない。あの方には内緒でしばらく生かしておこう。何度か彼女に話しかけていると警戒をされるものの、会話自体は成立している。
彼女は殺されないように俺に取り入ってるだけだったのかもしれないが、久々に楽しい会話ができた。そろそろ女性を処理してしまわないとあの方にバレてしまうかもしれない。しかし俺にそんな気は起きない。もっと彼女と話がしたい。心なしか彼女の笑顔が増えた気がするんだ。彼女の口から一緒に逃げようという言葉が出た。ああそうだ、逃げればいいんだ。彼女と二人で。この仕事にもあの方にも正直うんざりしていたところだ。さっきのさ、出たい出たいってやつなのかな。俺は彼女と幸せに暮らしたい。悪魔と人間の恋も成立すると証明してやる。早速逃げる準備をしなくてはな。あ、ここにいる奴らも悪魔なのか。ああ。彼女が死んだ。いや、食べられたんだ。あの方が実験棟にやってきて、それで、この閉鎖空間から逃亡する当日に最初から分かっていたかのように、俺はといえば実験を続けさせるために生かされた。どうして俺だけが。彼女を殺したあの方が憎い、憎い、憎い。そうだ、あの方を殺せばいいんだ。俺は毒を作り出すのが得意だ。これならいくらあの方でも明日絶対に殺そう。うわぁ。まあね、そうなるかってとこあるわな。こっちが行ってみよっか。え、なにこれ。あー、やっぱね、さっきのあるんだ。シルバー B1 階北西廊下といえば、向きが不自然な騎士が並んでた場所だけど、シルバーなんてあったかな。そうだよね、さっきのとこだよね、シルバー。あ、だからこいつに王水をかけてってことか。オッケーオッケー。じゃあ全部覚えるわけじゃねえんだ。あ、なに？なに？ベッドの下に何かがある。重くて動かせない。何もしない。怖い怖い。特に気になる本入ってない。なに？なに？潤滑剤が手に入った。なんだ？何に使うんだ？あ、なんか。ドライバーよく見る。蓋を固定してるネジが錆びついている。まあドライバー使うんだな、ここは。楽しい。もうちょっとだけやります。アイテム、ドライバー。ああ、王水は使えない。ネジが錆びついていても、ああ、潤滑剤ね。そのためのネジが回るようになった。鉄格子の蓋を開けた。中には文字が書かれた紙と何も書かれていない真っ白な紙が入ってる。道具管理室の担当交代に合わせてパスワードも更新しました。添付した紙を魔力で燃やしていただければ中身を確認できます。島内で火を扱える悪魔はあなた一人。もし脱走者が出た場合、誰の過失になるかお分かりですね。うわー怖。真っ白な紙を手に入れた。あー、なるほどね。これレナも、ま、炎の魔法を使えたりすんのかな。うわー、ここのセーブって何だったっけ。まあ、いっか、セーブしとくか。レナ使える。レナって魔力で火を出せたりする。あー、でもそっか、あのリコリオだっけは使えてたよね、なんか。うん、いや、出せん。明かり代わりに使っとったライターならあるが。真っ白な紙をライターで燃やしてみようか。あー、燃やしてみるか。なぜか燃えない。あ、燃えないんだ。よかった。ゲームオーバーかと思った。じゃあ、聞いてみるか。誰かいいんだよな、ここ。ベッドの下に何かがレナに頼む。ここはわしに任せい。何すんの？わ、すごいね。まあ、こんなもんじゃろ。そんなことする必要なかったよ。大胆、ありがとう。裁縫道具を手に入れた。何に使うんだ？セーブだな。何か縫わなきゃいけないものあったか？まあ、王水をかけ、あ、こいつってことじゃん、じゃあ。下を向いた騎士が置かれている。金で塗装されているようだ。これさ、こいつってことじゃない？じゃあ下でいいんじゃない？一回下入れてきて。あー、でもそういうの良くないか。やめようやめよう。多分こいつだよね。だって矢印が書いてあんだもん。じゃあ王水かけてみるか。ええ。王水をすべての騎士にかけようか。あ、すべてにかけんの？まあ一個はかけてみるか。あー、そういうことか。よし、結果が出てきたみたい。金は溶けるのに銀が溶けないとは何とも不思議な液体じゃ。そうだね。下、右、左、下。あ、オッケー。なるほどね。だから、こっから始めてよってことね。多分、左から読めよってことね。下、右、左、下。オッケー。じゃあ、下、右、左、下。扉が開いた。ラッキー。セーブしてよ。1個だけかと思ったけど、そんなわけないもんな。1個だけだったら4分の1で溶けちゃうし、ね、
いやー、どうした？え、裁縫道具でこいつの腹縫うとかって話はなんかあるな。これも暗号だろうな。レナがなんか見てんな。何これ、何これ。え、レナ、武器が床に刺さって、レナどうしたの？え、レナどうした？あ、銀製品これ。お前どうした？大丈夫？助け。レナ、この人まだ息がある。死にかけではないか。別に放っておいてもよくないかい。ダメだよ、見殺しになんて。あれ、この人もしかして。事件の行方不明者。事件？なんじゃそれ。犯罪者だけが行方不明になる事件があって、この人もそうだと思う。あ、じゃあ、リコレオみたいなやつにさ、出会ったら食われちゃうじゃん。確かストーカーしてた女性に乱暴した後殺害してるわ。えぐ。じゃあ助ける必要ないじゃん。うわ、最低な罪人ではないか。あ、リコリスだった。リコリスが知ったら喜んで食いそうじゃな。そんなやつ助ける必要なんてあるんかい。いくら犯罪者でも死にそうな人を放っておけないよ。そうなのか。そうなのか。選択肢出んのかと思った。手持ちの医療機器じゃ限界があるな。隣の部屋で使えそうなものがないか見てくる。そっか。助けてあげんだ、お前は。裁縫道具で縫っとこうぜ。縫えねえわ。わしはここで待っとるぞ。やだよ。一人ぼっちにしないでよ、レナ。なんか使えるのかな？王水ぶっかけたる？医療器具とか、なんかどこにあるん？あ、イベントって書いてあるわ。医療器具が入ってる。これくらいあればいいかな。救急セットのアイテム情報を更新しました。あ、そんなのがあんの？常に持ち歩いて実験室で道具を補充した。あ、なるほど、なるほど。ここを見ても意味ないもんね。よし、行こう。まあ、助けて。え、あれ？嘘だ、嘘だ、嘘だ。鍵がかかってるわけじゃなそうだけど。え？レナいるよね？扉が開かないんだけど、そっちから開けられる？え、声も。レナ？え？レナ聞こえてる？何？なんだ、ちゃんと開くじゃん。え？え、血なんてあったか？え、さっきもこれ血あったっけ？何したの？え、なんかルンって顔してる。もしかして死んでる？早く助けてあげる。え、何したの、レナ？お前。あ、一回自分の体リセットしたのか。なんか、アセビに直してもらったけど、一回リセットしたってこと？よかった。脈が安定してきた。大丈夫ですか？他に痛いところはありますか？え、何あいつ。無言で去っていったの。感謝の一つくらい欲しいもんじゃな。いや、いいんだ。助けられたのならそれで。すごいね、お前。おー、ただの他人を助けた挙句。見返りを求めないと。お人よしというか、かなり変わり者と見た。はは、よく言われるよ。おー。え、お前何したの、レナ。レナ何したの？相手が犯罪者であっても、怪我をしてる人がいれば手当てをする。もうすぐでプロフィール埋まっちゃうな。じゃあ、行くか。この辺とか何もできないのかな。あいつ、何だったんだろう。まあ、行くか。うわ、何うわ、何ここ。お前どうしたの。うわ、こいつお主が治療した男じゃろ。早速死んでおるではないか。近くに化け物がいるのかも。気をつけないとね。おや、随分とドライじゃの。え、助けたやつが死んでおるんじゃぞ。悲しくないのかい。悲しいよ。いやー、そういうのはないんだ。男性が死んでる。こいつが助かってほしいとかはないんだ。助けられる人を見殺しにしたくないってだけなんだ。何も入ってない。何も入ってない。わあ、なんか、アセビの性格がちょっとだけ分かってきた気がするな。ここら辺もいじれないし。じゃあ行こっか。開かないんかい。あ、びっくりした。暗くなったかと思った。うわあ、レナがいない。え、今の逃げ切ることできなかったよな。